はい、さんこんにちは、ふんさんです。ということで今日も京都でマリオカート8デラックスやっていこうと思います。皆さん、今このカスタムの環境がねバラバラで変わっていく中で、昨日のマリオカート8デラックス個人杯大会見ましたでしょうか。上位勢がね何使ってるのかなと気になって確認した結果ね、なんと12人中11人が中量級使ってました。そしてその中でも人気だったのがこのヨッシートルネード。ということで今日はねこのガチ勢、上位勢にね愛されてるこのヨッシートルネード使っていって上位目指していこうかなと思います。まあ一旦ね冷静にミスりまして、まああの終盤3周目にショートカット決めたやつ勝つんで、今の調整です、乱数調整。んー、まあここコイン回収しつつ、重量級何がいたかというとモートンいたんだよね。モートン重量級の中で一番重い、まさかのモートンが一人いたんですけど、まあ、逆にねメタルのもあるかもしれないね。みんなが中量級使ってる中自分がクソ重いカスタム使うのもありかもしれませんけど、まあ、今のねこの環境見てやっぱりこのターボ値が高い中量級が安定して強いということで、2周目はしっかり決めていって使っちゃおうか。2-8サンダー振るかな、サンダーにうまく合わせられるか。落としたくないんだよな。 HD 入れてキノコだけ置いとくか。この辺使っていきつつ、裏キノコ引いてんのか、じゃあ使っちゃおう。サンダーケアで使っといて、ちょっと使うの早かったかな。おとさんケアでもうちょっと我慢してもよかったかもしれない。ここ HD 待って、あー角度悪かった、やらかした。おすけ、これ崖を決めて勝てる。リカバリー1個使ってやらかしてるけど、 HD 入れて崖越えで、いやーミスったなー、やらかしたな、持ってなかったね。あんなに角度ついちゃうとは思ってなかったけど、まあ2位ならいいでしょう。はい、という今回はねこのヨッシートルネード使ってオンライン対戦潜っていくんで、よかったら最後まで見ていってください。さあ、アイスビルディングやっていきましょう。1位の人はリンククマちゃん使ってるね。重量級のキングテレサとかのねクマちゃんライド強いかなーと思ってさ、自分ね好きなんでね、キンテレどうなんだろう、いるのかなーと思って大会見たらまさかのねいないっていうね。いやちょっと今日走りがばいや、てか中量級が曲がりやすすぎるわ。うん、普段の感覚でスティック曲げちゃうと思ってるね、さっきのキノコキャニオンといい曲がりすぎちゃうね。まあ修正していこう。1周目なんでまだ打開は可能でしょう。さあとりあえずコイン集めていって、パイ持ってんのか、そのダブル欲しい。 OK、 赤投げてコイン落としてくれ、俺のためにコインをくれ。ないか、まあ、マリオカードコインがないと始まんないんで、とりあえずコイン欲しいんだけど、左も余ってない、余ってない、余ってない、1個だけなんとかなるか。ここの打開どのタイミングで仕掛けていいかよく分かってないんだけど、ミドさんボロン、ブーメランいたよな、そこがちょっと怖いんだけど、言った通りになっちゃった。どうしよう、無敵アイテム引き抜くか。じゃあアウトでコイン回収しに行きつつ、無敵アイテム引いとかないとやっぱ打開きついんで、ここのダブルはしっかり取りに行こう。調整してさあ、ナイス、裏木の位置か、もう一回交換しようか。次のボックスでもう一回交換して、無敵が帰ってきてくれたら嬉しいな。さすがに来るでしょ。 OK、まあ、ちょっとコイン6枚しかないのは不安だけど、行きましょうか。ここ1個回収、もう1個回収、いやー緑これ決めた、最悪、いや使うしかねえか、リカバリーに使っちゃって、いやそれ苦しいな。いいスナイプだ、アイテム OK、 サンダーフラッシュくれた。ヒノさん、そのミノさん怖い、落ちてんの怖い、やぶねえ。さあどこまで上がってきるか、前どの辺、結構近いよね。ここ使ってダブル割りに行って、赤い地木の市いけるか、これキノコじゃきつい距離感が、一人は潰すぞ。そのクラクション使った人潰して、潰れてないか、マジか、もう一回潰す、もう潰れてない、無敵じゃん、なんでなんで食らわないいや4かな、ブーメラン怖いけど潰れてないか、 OK、 まあ良い。いやーもう一人潰せるかなと思ったけど、なんか耐えられちゃったね。あれいるじゃん、ポチ、右のあのポストの上に、行きましょうヨッシーアイランド。ポチがね、なんだっけ、マリオカートツアーに参戦するらしいね。っていうことは8デラックスのワンチャンだけど、それ魚振っていこう、魚振りの振って呼んでください。さあ1位出れたヨッシーアイランド、どう立ち回っていこうか。まだね綺麗に走れる自信ないから前逃げできるか不安なんですけど、行きましょうか。カーブたまる、このカーブで黄色たまんのマジ優秀んで、インついていって、いや何食らった、え何、なんで緑コーラ消えてないんだ。まあ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 、コイン回収し直して、使っちゃおうかこれアイテム、コインこれ使って2枚回収して、自分じゃない、オッケー、
そしたら道開けてくれたからちょっといただきまして、このショートカット。これインコースつけるかつけないかでかなりね変わるんでね、タイムが。ここ行かせてもろってコイン5枚。その前の人潰せるな。1人潰して後ろの緑警戒しつつバナナもかわしていいんじゃない。まあトゲ待ちしようか。トゲ来なくてもまあ今ね赤コーナー2個キープできてるからなんとかなるでしょう。ジャンプ爆弾じゃなかった。ダブル潰しつつ後ろ木野さんが強いな。まあでも赤コーナー持ってるからショートカット浮かずに来れないでしょう。来たら潰す。オッケー。でトゲも来た。オッケー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 。いい流れ。自分がやってほしいことが実現してる今んで、一応まあデスコン狙いで投げとくか。アッターダンカー。まあまあまあオッケー。赤もう一回来てくれた。しかも出してくれる、ありがとう。いやー絶対、あそっか、お父さんないんだ。毎回毎回お父さんにヒヤヒヤしてる。お父さんもうないんだ。みんなまだ慣れなくない？もうさすがに慣れたか。お父さんっていう文化がまだずっと根付いてるわ自分の中に。さあ1割これ単独割怖いな。それ待って邪魔、危ねえ。これダブル行くから使うべきだな。使っといてジャンプアクションしつつここダブル取って早い。ヒロさんかやばいな、それ負けるな。出しとこう。即投げされたら死んじゃうからケツつけておいて。ショートカット来ないの？来ない。いやでもこれあれか、最後の最後で狙ってんのかショートカット。いや負けか、スナイプ狙うしかない。そのキノコ欲しい。いやこれアウト行きすぎか。どうだ、この1個のキノコ拾ったおかげでこれも回収して勝てるんじゃないこれ。最後インついて炭がちょっとやだな。炭が滑ってる。スタート来た。お前強すぎだろ。当たれ。ダメか。おいそれ強いわ。キノさん裏スターか、あっぱれです。さあマリオサーキット行きましょう。新コース多いね今日は。ここでもまあ打開が強いと思うんだけどな個人的に。とりあえず前行きましょうか。さあターボターボ出していって風取って、初手が行っちゃうかこれ。初手ヒョンしてから1個でギリいけるでしょう。ダブル取りたかったらミスった。ダートちょっと噛んじゃったせいでずれちゃったな。ナイス緑。ここ防御出てくるのありがたい。そしたらコイン少ないけど突っ切っていこうや。あたなんか待て、よそ見してた細工。コイン使っちゃってまあ1位譲ってトゲ受けてもらいましょう。2位3位は後ろちょっと離れたんで1位確認したね。 OK。 後ろロゼッタなんとか、まあ、赤コーラは2個キープできる状況にしときたいね。焦げ来ない可能性もあるからね。さあ1個目が緑、まあ、スナイプ狙うのもあり、まあ、後ろ潰していくか。そのファイヤーやめてな。後ろを積極的に潰していこう。当たらないか。3打振った、マジか。これ3位ボックス割れてるよな。3位取れてないか。4位か、4位が取れてる。トゲナイス、巻き込まれないようにちょっと外れて OK1 位。後ろも来てないね。 OK ちょっと距離空いた。クラクションナイス、これ勝ったでしょ。サンダーも降ったばっかだし振らないでくれ。もうサンダー来なかったらこれもうトゲも大丈夫だし勝ったんじゃないか。紫解放から結構来てんな。いや早いな、キノコか。クラクション鳴らすぞ。違うんじゃねえ、赤持ってる、赤持ってるっぽいな。ちゃんと後ろ見とかないとこの距離感はクラクション間に合わないから。ショットか来るか、ショット、いやーくそ経過したけどな、間に合わんか。やべえそれはやばい。キノイチショットか行く。はなちゃん邪魔。いやーこれなんとかなんないか。ダブル欲しい。オッケー取れる、でかい。キノさん、キノイチやばい、荒れてる、めっちゃ荒れてる。ああ、やばいミスだ。ここショットかで潰せるか。1人2人潰して、あー抜かされたか。良いか、なんかもうちょっと1人抜かせたかなと思ったけど、なんとか耐えて良い、いいでしょう。さあマリオカラトスタジアム行きましょう。いやね、ちょっと前にやった春のゲーム祭りっていうね、私のチャンネル恒例の行事で罰ゲームでね、マリオカート8デラックスのレート500上げるまで終われません放送をね、まあ、来週再来週あたりにねしなきゃいけないことだったんで、このカスタム使おうかな。めっちゃ調子よくない？今日1個もカットしないよ、ずっと上位安定してる。2位2回と4位2回なんで、まあ、最後ね1位取ってこのカスタム決めよう、このカスタムで行くってことを決めようかな。マジで今のところめっちゃ走りやすいし強い。やっぱターボが溜まりやすいって素晴らしいわ。やっぱこのゲームねやっぱターボ命なんで、かなり安定してね走れてるね。さあこれはまあ打開するんだけど、裏が8、まあ、8のコイン使っとこうか、まあ、スターとかパクられる可能性があるからそりゃなんだけど使っちゃおう。8は使いづらいからな、強いんだけど奪われる可能性もあるし、なんとも言えない感じになっちゃうから、まあ、ここ消費してもう一回これも使っちゃうか。距離離れてるから出ないかな。いやちょっと交換焦ったか。
大丈夫、赤さんキープして俺はしっかりロンググライダー入れに行こうと思ったらキラーにやられました。まずい。まあショットカット使っちゃってサンダーいつ振るかだな。テレサ、ふぅ、我慢、焦るな。いやこれ使っちゃおう。テレサはゴミアイテム持ってる可能性あるから、木の市アイテム絶対取って、ショットカに1個使いつつスターナイス。サンダーいつ、サンダーあるか、ダブル取ろう。ここで交換してサンダー振ってくれ。振ったら神キノさん、いやこれミスか、待ってボタン配置変えてない。ボタン配置変えてない、忘れた。こうしてこうして、待って違う、ああ最悪。ボタン配置が違う。普通にじゃあロングラで一人抜かしてかな。いやーあ4か、今メイズやったら2やったな。さあキノピオハーバー言いましょう。1位取りたい、マジでなんか楽しい。マリオカートが久々に楽しい。なんか変なカスタム使ってね、ハイばっか取ってる時は早くいい取れ高をゲットして抜け出したいと思ったんだけど、このカスタム使ってる時は上位安定して楽しいわ。まだまだやりたいんで今日の動画長めです。さあこれコインか石津バナナ、1位がコインなんでダブル持ってないよね、1個だけだよね。なんでその取りに行くか、取りに行かない、まあ後ろべったりくっついていいでしょう。風取れたらラッキーだけど取れない、取れないか、取れたけど、まあ、ターボ出してみないな。まあこれはコイン回収してバナナ食わした、 OK、 でかいでかいが、裏がキノコか、まあいっちゃうか。このままキノコタンで持っててもあんま美味しくないんで、トゲ回避用に持っといてもね、ローサークコールとかやられちゃうから、ここは使っちゃってダブル取りに行こう。あ取れないか、1個しか取れなかった。こう斜めに飛んだらねダブル割れるんだけど、さあコインが7枚、まあこっちの1個取って間に合うでしょ。 OK、 赤コールは来ないで、コイン10枚にしつつ逃げ切るぞ。いやマジ楽しいこのカスム。気持ちいい走ってて、やっぱターボ出してる時、皆さんがマリオカートやってて一番楽しい気持ちいい瞬間いつですか。まあ勝ったらそれ楽しいけどさ、運転中やっぱこのターボ貯めて出してる時が個人的好きなんだよな。さあ電車ジャンプアクションは出ない、消せないか。いやちょっと怖いな、赤さんとか来そうな距離感ではあるな。ターボ解放、これダブルもう一回いくか。ターボ溜まってない、1個割って2個割って OK、 クラクション引いときたい、絶対溶けくる。絶対来る。テレサが、あ溶けきたな、引いてくれ頼む。金邸がまあまあ近いから、これはさすがに抜かされちゃうか。甘んじて受け入れて逃げ切りたい。赤は来ない、キノコか、負けかこれ。あ使った、外か行かないんだ。そしたらこれインコース置いちゃって攻めよう、コイン使って逃げ切れるぞ。キノコ行くなよお前、キノコ引いたらずるいぞ、引い取る。サンダーナイス、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 神神神神神サンダー、間に合って。外風じゃない、打開勢いるけど間に合う、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 オッケー、なんとかギリギリ間に合ったわ。はい、ということでね、上位しか取れないこの神カスタム、どうでしょうか皆さん、使ってみてはいかがでしょうか。ということでね、よかったら高評価コメントを残してくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。